真壁陶義です。はい。ってことでね、もう髪がむちゃくちゃなったんでね、もう汚い髪の色が。知らないね、小学生からね、真壁って言われましたよ。はい。ってことで髪を切っていきます。ペッ。髪が全然。もう、結婚しててね。ああ、ここだか。この緊張感って絶対なくならない。この緊張感って絶対なくならない。ほんま？釣られてるかも。はい、ということで切りました。はいね、すっきりしました。はい、まあこれで、まあこれでね、真壁言われることもないでしょう。はい、アポペ。私失敗しませんから。ギャツビーだぜ。ラッスンゴリラ。なんちゅう。